はい、どうも、グラと申す者です。本日もシングルレートやっていきましょう。お相手のパーティーがサザンガルドか、サザンガルド、レヒレコケコ、バシャーモ、メタグロスということで。メタグロス重たくねえか、俺のパーティー。まあいいか。爆風はね、ちょっと出してもいいかもなとは思ってるんだけど、いや、レヒレが重たいな。ボルト出すべきか。ルガルガンしょってはこれはもう確定。コケコが重たいし、ステロちょっと巻きたいので、ルガルガンが確定で、アイアントはな、積む隙があんまねえよな。ルガルガン、爆風、ボルトロスとかか。まあ、悪くはないかも。これでいこうかな。オーダイルもちょっと惜しいけどね、やっぱあいつが重たいからな。カプレヒレ、これでいくしかなさそうだな。はい、では対戦よろしくお願いします。ちょっとな、炎枠がいいのか思いつかなくて爆風連れてきたんだけど、なんかいいやついるかな。ウィンディが思ったより使いづらかったんですよね。いや、使い方が悪かったのかもだけどね。結構 OK、 これはある程度予想通り。ドリルライナーからのアクセルロックで処理したいんだけど、ここボルトチェンジから入ってくる可能性もあると思うんですよ。なんで、岩石封じかな。だけど、岩石封じ読みでメタグロスに引いてくるみたいな可能性もあり得るから、やっぱりドリルライナーだな。10万とかだといいんだけどね、ボルチェンの場合があんま美味しくないんだよな。ボルチェンから引いてくるはポケモンによるんだけどね。リヒエとかに引いてくるんだったらぶっちゃけ何でもいいんだけど。ツッパの可能性とグロスバックの可能性を考慮すると、ここはやっぱりドリルライナーかな。グロスの場合はドリルライナー2回打たなきゃいけないしね。初手から考えてますね。うちの黄昏ルガルガに恐れおののいてんのか。まあ、こいつは結構仕事できるポケモンですからね。ここ最近使ってる、オッケーオッケー、10万から入ってきてくれた。で、ドリルライナー、貫け！アクセルロックを打つまでもない。強いな。おい、輝いてるぞ、お前。挑発を切ってまで採用した価値があったな。ドリルライナー。まあ、一応ガルトとかにも打てる技だからね。手で相手は結構多いんだよな。ここね、何が出てくるかによるんだけど、バシャーモだったら、ステロだね。ドリルライナーがある以上、ちょっと守りたいはず、相手は。だからステロをうまく。クロスの場合は、まあ、もう切るしかないと思うんで、レヒレか。これ難しいけど、裏を全員ぶち殺すこと考えると、でも助け持ち相手のパーティーもいなそうなんだよな。だから、岩石封じだな。早いレヒレがちょっと嫌だから、OK、岩石封じと、占い、瞑想積まれる。あれ？ちょっと待って。ボルトロスが悪巧みの起点にするつもりだったんだけど、また、削るだけ削るしかない。こいつミツゼットだよな、多分。どうしよう、こっから超難しい。逆に考えれば、ミツゼット以外じゃボルト落とされないはずだから、耐久振ってるし、ここは積まずに10万だな。で、爆風につなぐ。爆風有利な相手多いからね、今回。だからここは10万ボルト。それだな。それが一番いい。ここ10万でこのカプレヒで削るだけ削って、で、いいね。間違ってないよな。先爆風から入るのもありだったけど、やっぱボルト勝てない相手が結構多いから、今回。そこで落ちないのはもう分かってる。あ、木の実が OK。それはそれでいい。これだったらでもね、割れた君積みたかったんだけど、まあ、ちょっと贅沢は言えない。瞑想？ここ瞑想あったらマジで割れた。いや、でも同じか。結局同じぐらいだな。どうせ木の実発動する。いや、殴った方がまだ良かったかも。こっちの方がまだ良かった。急所でのワンチャンが残ってるし、ワンチャンなんか技次第で耐えるんじゃないかみたいな。いや、さすがに耐えないか。2回瞑想積んだで、冷えの技は。かわせ！ドロポンか。
爆変。これね、難しいんだけど燃え尽きるわ。これ炎タイプをあえてなくせ、陣釣り来たら落ちねえから燃え尽きて炎タイプなくすじゃん。 Z 打てば倒したんだけど、 Z ちょっと取っておきたいんだよ、バシャーモとかのために。自然の怒り、一番安いやつ来たな。これさ、ニトロチャージさ詰めるか。これニトロチャージ持ってないじゃんお前何を言っているんだ。陣釣り機 Z はちょっと取っておきたい。よしよし、リケ飛ばして、これだったらこの水技押してこねえのかよ。てか押さえても死ねたから、もしかして2回積んだリケの技ってバシャームか。さあここ勝負一応うちのバシャームじゃない、うちの爆風は最速を取っている。そして必殺のマキシマムサイブレーカー。ただバシャームがいたら隠しておきたかった。身代わりとか怖いだろ、守ってくんな。ここぶち殺してやるからよ。ちょ待って、マジで守んないで。でもね、これノーマルタイプじゃないんですよ。ノーマルタイプじゃないから別に格闘技は抜群じゃないんだけど、ただフレアドライブがこれ当倍なのか、逆に言えば。え、まずいじゃん。え、マジで燃え尽きたのマジでミスだったな。そもそも多分ドロポン耐えなかったよな、仮に炎タイプなくなってても。いやでもバシャームのためにはエスパジェット残さなきゃいけなかったから、なんかあれが最善の一手だったと思いたい。ちょっとなんかここなんか警戒しろお前、頼む。御三家対決負けられねえんだこっちは。守るなっつったろうが、マジで守るんじゃねえ。これ貫通しても全然入んねえからな。あれもう思ってよりかは、これもう膝外してくらいしかないじゃん。頼むぜ。あーマジかよ。いやバグ編お前強かったってか、ニトロチャージお前覚えてなかったんだな。あれか、気合玉採用したからか、サザンドラを殺すために。これフレアドライブで死ぬよな。おお前もらい火だったの、特性知らなかった。勝手に猛火かと思って。何これ、何が起きてる、これ勝ったか、なんだこれ、勝ったぞ、なんか死んねえけど。対戦ありがとうございました。やった対戦相手の方が見つかりました。すっげえ強そうなパーティー来たな。だがそんなに悪くないか。まあルイズモのルガルガンから入るやつでいいだろうね。ルガルガン、これアイアンとかちょっと欲しいかな。ニミッキーもいるし、だこれで月光がゲロ重たいんだよな。オーダイルかな、これでいくか。これでもさ、ガルーラ、いやガルーラは別になんとかなるか。これでいくか。えい、はい、対戦よろしくお願いします。オーダイル、お前のライバルの爆風は一戦目活躍したぞ。お前も見せてくれるんだろう。まあ、とはいっても初手はルガルガン。ルガルガンね、やっぱ思ったより使いやすいわこいつ。岩炭ってのが逆にいい味出してる、ガルーラが。これステロ優先だな。ルガルガンのなんか声さ、すげえ機械的で怖いよな、なんか知らんけど。まあ、ステロ優先だなここは。できればね、これちょっと削りたいんだよな、アイアントのバカ力で落とすために。できればこうルガルガン生き残ってほしいんだけど。いやどうしよっかな、ここステロで行こうと思ったけど、削り優先で行くかやっぱりだな。岩石封じ、このパン持ってる可能性が高いからさ、ガリーラ、ラボリーラのガルーラ高いから、ちょっとねアイアントで積むってのは難しいんだよね、ガルーラの前では。いやガルーラに決して弱いポケモンじゃないんだけど、アイアントはここねちょっと削り優先でいく。ガンプーから入ってのバカ力でさすがに落ちるはず、タイプ1ガンプーだからそれなりに、うん、ほんとそれなりだけど。恩返しかよ。いやでもこれさ、恩返しだったら耐えるんじゃないか。あ、OK、逆に最高の展開かもこれ。ステロも負けるじゃん結局。あ、OKOK、これだったらいいや。もう仕事人だな。忍じゃないか。仕事犬。おっと仕事犬ルガルガン。こいつアクセルロック知らねえのか。
これちょっとアクセルロックぶっ放すか。U 字で縛れないんだよこの犬は。おいこの犬強えぞ。番犬に要注意。さあルガルガ見せてやれ、このガルーラとかいうカンガルーにな。カンガルーと戦ったら普通に犬負けそうだけど、カンガルーってなんかさすげえボクシングのイメージが強いんだけど何なんだろうね。なんかボクシング、おっと、これもアクセルロックレンダーでいいよな。ここであいつ消耗させることもないし、引いてきた、引かせたぞこいつガルーラを。ギルガルド、ガルドはねでもいいかも。逆にドリルライナーで傷ないと話になんねえからこいつ。裏がさオーダイルと彼なんですよ、彼アイアントなんで、そこドリルライナーで削っておくべきだわ。だからそれでね勝てるかというとまたそれはまた別の話なんだけど、まあ仕方ないね。ガルドの前でできれば積みてえけどな。ワニワニ大パニック、ドリルライナー決まる、ルガルガン大活躍だなお前。すげえお前は弱点保険か、嫌な相手持ってますね。聖剣か、聖剣か、シャトバ持ってるよな。アイアント出したとしてダメだよね、通る技がない、大ダイルしかないわ。でここちょっとタクなんだよな。だから鍵打ちで切ってくる可能性も十分ありえるから、リュウマイオスカちょっとキングシールド期待、これ読みとかじゃなくて期待だね、完全に願望だけど、これねちょっとね技的にね禁止されると困っちゃうんだよ。鍵打ちかこれさ、半分入っちゃうかな。いい耐え、あ耐え、全然耐えるじゃん、オッケーオッケー、10枚決まる。何気にここが勝負か、もう一回舞うかどうかみたいなところはある。でも相手からしたら縛れるから別に、あのガルーラの猫騙しでだからそんなにね。そうだよね、大台を残す必要があるかどうかという話なんですが、なくもないな、なくもないけど、まあ、基本残さなくていいか。ランドロスの威嚇解除に使えるんだけど、いやでも残してもいいかもな、オーダイル。ランドロスに威嚇巻かれてさ、アイアンとかその後勝てるかっていうと勝てるとは思うんだけど、ちょっと怖いよね。結局ここでアイアントの HP が消耗しようがなんだろうが、きついやつはきついんだよ。だからここアイアントだな。猫魂の消耗がやったら特に勝負に影響ないと思うんで、ここ絶対猫魂だと思うんですよ。リエマイ待ってるし。でもね、だからこれは大したダメージじゃないから、タスキとかでもないし、そんなにこの負担も大きくない。だから数的有利を取るための手段ですね。ここはアイアンヘッド、詰めとき、詰むか。いや詰め必要ないな、アイアンヘッド不意打ちをしてくるかどうかだけど、もう押してこないよね。アイアンとの詰め不意あまりにも有名でね、ここでミミキが来た場合なんですよ。ゴースト Z をすかすかどうなるかというね。月光が終わったわ、あ終わったわこれ。いやだけど一応技次第ではって感じが、レイビーダストレイビーダストシュートなんとかったら勝てるかも。こいつを Z 技つかすための大台で、ザ炎じゃねえか、終わったわこれ。くっそやれるだけのことはやったけど、だからルガルガンめっちゃ頑張ったな。これでもあれか、大台の HP 消耗したのがきつかったな。あの大台で月光狩りそんなに不利じゃないんですよ、まあ、有利でもないんだけど、まあ、クソ遅い月光がって可能性があるからやるだけやるか。なんか起きてくれ、なんか起きろ、なんも起きねえじゃねえか。え、なんか起きた
え、勝ったのこれ。クソ遅い月光がだったなんだこの2000円。いや、勝っちゃった。これ絶対落ちるわ、月光がごとき。これ控えめか。あ、なんか起きたわ。やっぱ諦めないのが重要だな、ポケモンバトルって。しみじみ感じたわ。これ8世代も頑張れるな。対戦ありがとうございました。